どうぶがまりです。今回はツイッターの方でこれフェイクですかっていう質問が過去にまあ何件が来てたんで、まずそのフェイク対策ってほどではないですけど、まあ、最近、スニーカーを好きになった方も、いると思うんで、そういう方向けにお伝えできればと思って、お話をしようと思います。そうですね、まあ、スニーカーの僕なりの購入方法なんですけど、僕もメルカリとかヤフオク、ラクマとかで、まあ、スニーカーを買ったりしてるんですけど、まあ、あと普通に、まあ、お店で買ったりとか、まあ、いろいろ、まあ、価格 .com だったりいろいろなところから、スニーカーを購入してるんですけど、信頼できるお店だったら特に疑ったりはないんですけど、まあ、その個人売買で購入する場合、ラクマとかヤフオク、メルカリ、まあ、なんですけど、購入するときに気をつけてる点は、まず商品の見た目ですね。素材が違ったりとかがあるんですよ。まあ、例えばそのジョーダン1なんかですと、2001年の、ジョーダン1とかだったら数種部分が、フェルト素材というか剥がれる素材だったりとか、今回の、ジョーダン1のバンドとかだったら、あれだったらバスケットボール感のような素材の赤い素材の部分に使ってたりとか、まあ、あと明らかに発売されてないデザインのものが売られてたりすることが、それの場合はまあインターネットショッピングなんかであったりします。なので、まあ、実際その商品が存在してるのかっていうのも確認して購入していただけたりとかした方がいいのかっていうのを思います。あと形がおかしいとか購入を控えた方がいいんじゃないかと思います。あとは、オークション、メルカリ、ラクマとかなのかなの場合だと評価とかが見れるじゃないですか。評価を参考にしてるのと、あとは他にどんな商品を出品してるかを確認してます。まあ、例えば僕の場合だと30センチぐらいのスニーカーをたくさん出品してる人だったら、あ、この人はスニーカー好きで、で自分のために買って、でもそれでも履かないから売るんだなとか、もう手放そうかなっていう人だったりとか、なんかスニーカー好きだったりとか、まあ出品してるものを見て、例えば明らかにおかしいレアモデルとか、まあ、なんだろうな、シュプリームのジョーダン5とかを全部1万5000円で販売してたりとか、それを何足も、販売してたりとかしてる人とか、購入を控えたりというか、まあ出品してるものを見ながら、購入してます。まああと価格が明らかに安いものは、ちょっと控えてますね。あと、商品が、返品できるのかどうなのかっていう部分も、購入する参考にしてまして、ヤフオクの場合は返品不可っていうのが、出品するときにそちらを選択して、出品することができるんで、購入した側は返品ができないことが多いんですよ。個人のその質問欄でのやり取りで返品できるのかどうなのかを確認してから購入もできたりするんですけど、基本的には返品不可とかを選択して出品できたりするんで、基本的には返品不可の場合は返品できないっていうことが、多かったりします。まあ、メルカリの場合はシステム上返品ができるってことになってるんで、出品者が返品不可って言ってもシステム上返品ができたりするんで、そうですね、まあ基本的に商品が返品できるのかどうなのか、フェイクの場合だったりとか、まあ、そういうのがちゃんとできるのかっていうのを気にしながら購入してます。怪しいなと思ったらもう手を出さないのが一番いいと思います。これフェイクかフェイクじゃないかを気にしながら履いてるのもなんか自分的にモヤモヤするんで、それだったらもうちょっと高くても信頼できるお店で購入するのが僕は、いいかと思うので、そちらをお勧めいたします。まあ参考になるかどうかはまあそれぞれだと思うんで、もしよかったら参考にしていただけたらと思います。こんな感じでやらさせていただきました。またお時間ありましたら見ていただけたらと思います。以上です。どうー